歩行者や自転車の利用者に夕暮れ時の交通事故防止を呼びかけるキャンペーンが石巻市で行われました。キャンペーンは今月15日に石巻市で自転車の高齢男性が死亡する交通事故が起きたことを受け、市内のスーパーの駐車場で行われました。警察官や交通安全協会のメンバーらがパンフレットを手渡し、夕暮れ時は車が見えにくくなるので気をつけるよう促したり、反射材など目立つものを着用することを求めたりして注意を呼びかけました。県内でも自転車に関係する事故、さらには夕暮れ時の事故、こういったものが多発している傾向にあります。今後もですね、年末にかけて交通事故が多くなる傾向にありますので、そういったものの防止を呼びかけると。警察によりますと、去年県内で発生した交通事故4286件のうち、午後4時から8時の間に発生したものが1231件と3割近くを占めているということです。